よいしょ、ちょっと外見てみようかな。まあ言ってもね、まだそんなに始まってない感じよな。猫ちゃんもいるし、まあそんなにえぐく風吹いてるとかでもないじゃん。猫も余裕だよな、余裕だ。猫ちゃんか、お、なんか虫バッタ飛んできてるから、バッタがちょっと逃げてきてるぐらいで、まあまだ余裕だね。まあまだまだ大丈夫。あと何時間やね、3、4時間したらまたなんかちょっと状況も変わるんだろうけど、雨はしとしと降ってて、木もそれほどグワングワン揺れてる感じじゃないしね。はい、よし、まだもうちょっと、まだまだいける。ちょっと台風外見てみようかな。まあこんなもんだよね。まあその窓開けてられるぐらいです。夜だけどもなんか停電が起きてるっていうわけでもないしね。まあまあこんなもんよ、こんなもん。まああともうちょっと風がちょっと強くなってきたかな。うん、そんな感じですね。はい、よし、ちょっとこの海に面した側も見てみましょう。はい、まあここか、これ木があるから、まあ木見ていただいたらわかると思う。カエルめっちゃ喜んで泣いてるけど、まあまあこんな感じね。そこの木見たらわかるけど、それぐらいの揺れっぷり。多分これも何時間か経つとグワングワン揺れてどうにもならなくなるんだろうけど、まあこの桃玉菜の木がこれぐらいなんでね、外出てられるし、雨量もその辺の排水のところ見たら、まあチャバチャバぐらいなんで、まあまあまあ様子見って感じです。まだまだ、はい、 OK。